衝撃展開 n o ー l i n e イと k i とキングプリンスが音楽の日2024で再開中井正宏のトークに注目7月13日音楽の日2024が放送される中井正宏と安住紳一郎アナウンサーが司会を務めるこの大型音楽特番は毎年注目を集める一大イベントだ今年の注目ポイントは キングプリンスから脱退した3人が結成した新ユニットナンバーアンダーラインアイと元メンバーのキングプリンスがそれぞれ異なる時間帯に登場することであるこれにより視聴者の期待と不安が入り混じった感情が SNS 上で多く見受けられる午後6時台に登場するのはキングプリンスの高橋海人と長瀬恋だ彼らは今やジャニーズの中でも特に人気のあるメンバーであり そのパフォーマンスは常に高い評価を受けている。そして午後7時台には、平野翔、神宮寺優太、ガ優太のナンバーアンダーライン愛が登場する。昨年5月にキングプリンスを脱退した3人が、新たに滝沢秀明のエンターテインメント会社トベで再始動したユニットであるため、その初共演が大きな話題となっている。この共演について、 中井雅宏がどのようなトークを展開するかが大いに注目されている彼はこれまでにもやめじゃに絡みのトークをしてきた実績があり今回はキングプリンスとナンとーアンダーライン愛の関係についても触れるのではないかと期待されている中井は「音楽の日2023」でもキスマイ f t 2の脱退を控えていた北山博光に対して直接的な質問を投げかけたことがある その際のトークは視聴者に強い印象を残したが、今回も同様に鋭い質問が飛び出す可能性がある。視聴者の中には、中井のトークに対して期待と不安の声が入り混じっている。SNS 上には、中井くんとナンバーアンダーラインイの3人の顔合わせ、今から楽しみすぎる他の MC では聞けないことをガシガシ突っ込んで聞いてほしいといった期待の声がある一方で、 中井くんがどんな風に絡むのか不安という声も見受けられる。しかし、中井は6月19日の音楽の日司会者発表囲み取材で、新しい環境に移ることでパフォーマンスがより高みを目指せるのは悪いことではないとコメントしており、その発言からも彼のスタンスがうかがえる。昨年の音楽の日2023では、中井が北山に対して、就職するの転職 サラリーマンとかと質問し、北山をたじたじにさせた。また、キスマイが中井からプレゼントされた白いマイクで歌を披露する際には、北山さんには返してもらわないとと,と毒のあるコメントをしたこともあった。このように、中井と北山の間には深い指定関係があり、その関係性がトークの中で垣間見えることがある。中井はさらに、 昨年8月の中井雅宏の金曜日のスマイルたちへで 20th スセンチュリーのメンバーに対して、滝沢のことどう思ってるのと質問し、戸部の社長となった滝沢秀明や三宅県に言及したこともあった。その際には、自分の人生さえ良ければエンターテインメントが濁ると意味深なコメントを残し、視聴者の間で話題となった。ナンバーアンダーラインアイにとって、 今回の音楽の日2024は飛べ合流後発の大型音楽特番であり、そのパフォーマンスとトーク内容が注目されている。中井がどのような質問を投げかけるのか、そしてナンバーアンダーラインアイがどのように答えるのか、視聴者は固唾を飲んで見守ることになるだろう。さらに、今年の音楽の日では、中井がキングプリンス時代の思い出やエピソードについて触れる可能性もある。視聴者にとって、 これらのトークは単なるエンターテインメント以上の意味を持つことがあるジャニーズを脱退したメンバーが新たな道を歩む中でその選択がどのような影響を与えるのかファンにとっても興味深いテーマであるこのように今年の音楽の日2024は例年以上に多くの視聴者の注目を集めることになるだろう中居正広の鋭いトークとナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがどのように交錯するのか そして視聴者がどのような反応を示すのか、放送日が待ち遠しい。今回の放送は、ただの音楽特番ではなく、ジャニーズの未来を占う一大イベントとなる可能性がある。新たな環境での挑戦を続けるナンバーアンダーラインアイと、それを見守る中井雅宏のトークがどのような科学反応を起こすのか、視聴者の期待は高まるばかりである。そして、その中で語られるストーリーが、 視聴者の心にどのように響くのか非常に興味深いその一方で音楽の日2024に向けて中井雅宏自身の準備も進んでいる彼は長年にわたる司会経験を持ちその鋭いトークとユーモアで視聴者を楽しませてきたしかし今年の放送は特に重要な意味を持っている中井はジャニーズ事務所の歴史やその変遷に深く関わってきた人物であり ナンバーアンダーラインアイとキングプリンスの関係をどのように扱うかが注目されている中井のこれまでの司会ぶりから見ても彼が視聴者の期待を裏切ることはないだろう特に彼のインタビュー技術は非常に高く相手の本音を引き出す能力に優れているそのためナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのような心境で新たな道を歩んでいるのか彼らの率直な気持ちが語られる場面が期待される 視聴者にとって、そのようなインタビューは非常に貴重であり、エンターテインメントとしてだけでなく、彼らの人間性を深く知る機会となるだろう。さらに、中井は自身のキャリアを通じて培った洞察力を生かし、視聴者が感じる疑問や興味に対しても的確にいられてくれるだろう。彼の質問は時に辛辣でありながらも、常に相手へのリスペクトを持っているため、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーも安心して自分の意見を述べることができる。こうした中井の司会術が番組の見どころの一つとなることは間違いない。また、中井のトークはしばしば笑いを誘うユーモアに満ちている。彼の独特の語り口と軽妙なジョークは視聴者を和ませ番組全体の雰囲気を明るくする。特に緊張感が漂う場面での中井のジョークは 観客や出演者の緊張を解きほぐしリラックスした雰囲気を作り出すことができるこれにより No. アンダーラインアイのメンバーも自分たちのパフォーマンスに集中しやすくなるだろう中井の司会ぶりに対する期待は高まるばかりだがそれ以上に視聴者が注目しているのは No. アンダーラインアイと King&Prince の再会である彼らが異なる時間帯に出演するとはいえ 同じ番組内での再会は大きな話題となる。視聴者にとって、この再会は一つの物語のクライマックスであり、彼らの新たなスタートを祝う場でもある。キングプリンスとしての活動を共にしたメンバーたちが、今度は別々の道を歩む中で、どのように成長し、新たな挑戦に向かっているのか。その姿を見守ることができるのは、ファンにとって非常に感慨深い瞬間である。 彼らのパフォーマンスが再び同じ舞台で繰り広げられることで、視聴者は彼らの絆を再確認し、彼らの未来に期待を寄せることができる。中井は、その絆を見守る立場として、また新たな物語を紡ぐ存在として、重要な役割を果たすだろう。彼の司会を通じて、視聴者はナンバーアンダーラインアイトキングプリンスの新たな一面を知ることができるだろう。そして、 彼らの挑戦がどのように展開していくのか、その一端を垣間見ることができる。音楽の日2024は、単なる音楽番組以上のものを提供することが期待される。音楽を通じて、視聴者とアーティストが一体となる瞬間を共有することができる。そして、その背後にある物語や、彼らの歩んできた道のりを感じ取ることができるのだ。最終的に、 今年の音楽の日2024は、音楽だけでなくトークやストーリーテリングの面でも視聴者を魅了することが期待されている中居正広とナンバーアンダーライン愛そして King&Prince のメンバーが織りなす一夜限りのスペシャルな時間が多くの視聴者にとって忘れられないものになるだろう音楽とトークの融合がどのように展開するのかその瞬間を見逃さないようにしたい